レイジアゲンストザマシーンのピープルオブザサンでございます。本当だ。あんた、ガンダマシーン。聞こえるね。猫の気持ちになってる。これはいいですね。お、また、やった。これ。ああ、やりましたね。でね、なかなかいいよ。今、レイジーが乗ってますからね。空耳的に。はい、次はこちらです。マッチモーション。入ります。じゃあ、明日のゲストをご紹介しましょう。おお、しかし笑っていてもです。小沢さんでいらっしゃいますか？あ、もしもし。タモリさんに代わります。はい。お久しぶりですね。お久しぶりです。今楽しく見させていただいていました。お元気ですか？あ、元気です。はい。今アメリカでしょ？そうですね。基本はアメリカですけれど、ね、あちこち、それこそ本当に、あ、よくほとんど16年ぐらい旅行しております。あ、そう。明日大丈夫なんですか？はい、ぜひ伺います。お待ちしてます。よろしくお願いします。はいはい、失礼します。はい、稲城さん、どうもどうも。人々が面白いね。自由、人々。タモさん、あんま出会う機会ないですもんね、人々に。今まで面白い、あの浅草をず浅草でずっとその浅草に来る人を写真を、うん、撮り続けてた人がいるんだけども、人々、うん、はい、もうあの山の手にはああいう人はいない。だいたいパターン化されてる。あ、そっか、うん、まあそうなんですよ。山の手の人もだからこうなんか集まるでしょうね、似たような人たちとか、うん、経済的なこともだいたいがまあ、うん、で下町はね、ほんと発想が全然違うよね。うん、だからそういうところが生まれ、なんかね、出てくる人ってやっぱ違う発想を持ってる、この中にいる人は違う発想を持ってる人たちですよ、ね、面白い。うん、いろんなことができてるんですね。いろんなことができてる。いや、まあでも本当ちょっとじゃない、できてるの、うんうん、時間ができたけど動けなかった時間ってなかったんですか？いいともが終わって最初の頃、なんかどっか行きたいけど気づいたら夕方で、あ、今日終わっちゃったとか。1週間ぐらいそれ。朝から酔っ払って、もう昼間がほぼベロベロ状態。うん、あれやろうかな。ガチャンガチャンうるさいね。この店ですわ。タモさんが呼んだ店ですわ。これあのカチャンカチャンじゃなくて本当はコンだよね。うん、これはフジテレビですね。すみません。ガチャ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 っていう。あ、これお茶。お茶飲みたいですね。お茶。うんうん、あったかいのね。冷たいのでもいい。お、キュー出た。お。キュー出ました。キュー出た。キュー出ました。お蕎麦の味大丈夫でした？お蕎麦の味大丈夫です。お願いします。来ていただいてありがとうございました。失礼します。失礼ないように。失礼ないように。ちょっと怖いんですけど。失礼ないように。誰かご存知ですか？ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。ご存知ですか？あ、ね、連れて行っていただいて。タモリさん、タモリさん、あんま言わないのさ。これタモリさん、あんま言わないの。来ていただいて、お忍びで来ていただいて。タモリさん、スマップが。そうそうそう。失礼ない。どうも。失礼します。お茶だけにすごい茶碗。すごいですね。失礼します。わざわざありがとうございます。いえいえ、ほんとごひいきにしていただいて。今日大丈夫ですか？お蕎麦の味。はい、蕎麦食べてない。召し上がってなかった。いや、私の考えは大丈夫です。はい。桃嫌いじゃないです。桃。あ、好きです。桃。桃嫌いじゃないです。はい。向いてこい、向いてこい。はい、いるね、なんかありそう。うまいね。ちょっと痩せたよね。そうだかな。うん、指原もなんか来る時なんかもお話一個持ってきてほしいね。ん？なんか一個キャラ持ってきてほしい。本当にただ置いていくだけっていう。でも女性陣も含めてですけど、いいとものレギュラー陣に会うってことあるんですか？あのね、2回ぐらい。ああ、言ってたね。飲み会があって、僕も劇団一人と目つきに同じ番組やってたりするんで、うんうん、何日になりますけどっつって、香取さんと草薙さんにもっつった時、うん、もう3人の劇団だって結構来るみたいですね。うん、2回やったね、飲み会。へえ、うん、ベッキーがね、よく幹事やってくれるのよ。
仕切ってくれたりするんですね。仕切ってくれる。うん、へえ、うん。集まるんだってわーって。うん。タモさんに聞きたいことがあるんですけども、うん、いいともが終わってから、うん、寂しいなって思ったことありました？うん、あんまりないね。ないんだ、うん、寂しいなって。寂しいなとは思わないね。うん、そんなタモさんだからかな、うん、なんか一人で、うん、例えば使える時間がやっぱり多くなって、うん、本当に一日やること、あ、なんかないやることねえなっていう。あ、やることある。やることねえなということはないね。へえ、うん、俺らでもたまにあるよね、うん、日本家にいてもう明日も早いから外には出ない、でもご飯もなんか中途半端に食べちゃった、うん、この本になんか読んだ、ビデオもなんかビデオ、あれやることねえなってパッという瞬間なくはないですよ。一に本当1回ぐらいかもしれないですけど、そしてまた新しい本取ったりだとかなんかしますけど、そういうのないですか？ないね。何かしら、何かしらやってるね。本読んだり。へー、寂しく思わない。なんかいいとものことを思い出すとき、よくやれたよなとかでもいいんで、思い出すときの場所ってどこですか？僕はなんか、うん、エレベーターの中とか、ああるね、朝着いての、うん、ああいいとも終わっちゃったなって思う時って、なんかエレベーターでこう自分家のマンションの、いや、あのあれです、アルタのエレベーターで上にスタジオアルタに向かっていくエレベーターのことをいつもなんか思い出して、へー、スタジオで本番中じゃない。うん、俺は出かける時間だね。家ですか？家で。ああ。を思い出すんですか？あ、そっか、この時間も行ってたんだっていう。だから出かける時間の前後かな。うん、あ、そういえば、うん、あ、何やろうかなと思うのはね。ああ、その瞬間ですよね。その瞬間ちょっと1時間とかそれぐらいはご飯食べて。何やろうかな。はい。うん、パッと時に、あ、出かけなくていいんだと。うん、その時はちょっと思うね。ちょっとどうするんだと、うん、予定を入れてない時はですね、入れてない時は。はい、草薙さんは？僕は楽屋やっぱ思い出しますね、よくね、いいとも、うん、の楽屋を今でも、自分のこう楽屋の前に書いてあったこの名前だとか、あれ持って帰ったんですよ僕。あ、持って帰った、持って帰って、僕持って帰りまし た, ったこの間。そ、あのね、鶴瓶に電話かけて、はい、久しぶりに会ったんだよ、はい、で、あの他の局のスタッフといて、うんうん、で寿司屋で飲んでるとこに電話かかったんで、そこ行ったんだけどさ、はい、なんかね、ものすごく楽しいんだよ、あのね、なんていうかね、これ今までも原因分かったんだけど、今まではそんなことなくないですね、ご飯食べる、いや、原因が分かったんだけども、芸能人と会ってるっていうことなんだ。なんでこんなに楽しいんだろうと思ったら、今まで毎日ように月火水木金土日会ってて、ふわっとその土曜日がなくなって、うん、バラエティーの人と会う機会がなくなりました。ないでしょ。だから歌手の人だけなんだよ、あ、うん、歌手の人とバラエティー、うん、そうか、役者さんと、タモクラブはあるけども、いや、なんか芸能人とそうやっての会うことはあるけど、芸能人と飲むということが今までなかったんだよ。ちょっとまあ変な意味じゃない、ミーハー感覚じゃないですけど、なんかそういう感じ、まあ、今まで鶴瓶鶴瓶って時でも、うん、あ、笑福亭鶴瓶だ、そうそうそう、なんか楽しくてしょうがなくてさ、ずっとね、寿司屋で座らず、あの立ってずっと飲んでたよ、肩叩いたりなんかさ、いやいやいや、どうもどうも。だからちょっと違うんでしょうね、今までの距離感と、っていうか、タモさんがベイさんに対する見方とか、うん、そうなんだろう、何なんだろう、ね、構え方、うん、いや、それ経験がないから分からんね、うん、うん、あれ、俺、初めての感覚だよ、はぁ、でも分かんないな。日野木さん、なんかあるんですか、タモさんなんかこんなこと聞いてみたいな。やっぱり確実に人間関係が、そう、出会いもあれば下町に行かれたりとかして、うん、こういう関係とかやっぱ変わりませんか？友達が増えるというか、うん、今まで会ってなかった人も会えたりとか、うんうんうん、全然変わる。それはそう、変わるだよ、やっぱりね。
まあ、そのうち会えるわというような思った人に会おうと思う、うん、すぐ時間ができるから、ね、そうですよね、うん、今まではね都合がつくからさ、うん、いいともスタッフといいともが終わった後もタモさんのスケジュールが空いてれば昼ご飯食べて仕事行ったりするじゃないですか、うんうんうん、それがなくなるんですね、うんうん、そういいともの元スタッフと会うことってないですもんね、うんうん、ない久しぶりだよだってずっと毎日会っていきなり会わなくなってそうだよねなんか友達でもないですしただの付き合い、うん、ただの付き合いというだけでもないですし、うん、毎日この旅行ってわけじゃないですかだからそれがなくなってそういうふうにこうこの業界の人と会うじゃない、うん、あの今日でもねいいともスタッフとかいっぱいいるわー久しぶりとかいやベタベタしたくなるねあ